調はこの2人いいでしょうね、井川に対しましてはね。ただね、松中の場合 DH とね、守るとは随分違いますからね。センターへ赤星、下がっていく、伸びていく、下がって取った、バティスタ慌てて戻る、取り足り投げないかな、投げればなんとか間に合ったと思うんだけど、鳥谷今の連携ですね、センター赤星川奈の。まずはこの赤星は見事なプレーを見せました。もうこれはもうゴールデングラブ賞のね、真骨頂っていうんですかね、このプレーをできるのは赤星しかできないです。ここからですね、ご指摘の部分では、ここから赤星はもうこれはもう間違いなくゴールデングラブ賞の、ね、何回も受賞した赤星のプレーですけども、中継に入った鳥谷がその打ちに行って、ボールがその自分の持っているヒッティングポイントよりも差し込まれる、泳がされるでファールを打ってますので、大村とはちょっと違います。ヒットになりそうです。さあバジスタ三塁回る、赤星バックホーム、いいボールだ、アウト、また赤星見事なプレーで阻止しました。城島タイムリーにはなりませんでした。1点先制したホークス、その後盗塁を決めて2点目というところ。赤星のこのボールお見事ですね。ですね、これしかないというようなタイミングでしょうかね。もうストライク、ワンバンでストライク投げてますし、